約 -1302009 年の MAX での約 -130、約 -130 は1996年4月26日に初飛行を行ったロシアの複雑高等ジェット練習機、軽攻撃機である。NATO コードネームはミットン。2013年の MAX で出展されたコックピットのモックアップ約 -130 は1980年代に 計画されたソ連空軍とソ連海軍航空隊で任務についているエ r l 2 9と L-39 を代替する新しい200機の高等練習機の要求仕様に応じて設計された。資金不足や海外輸出を考慮して計画当初から海外メーカーの提携が模索されており、1987年に同じく新型練習機を求めていた。 イタリアのアエルマッキ社との協定締結に成功している。5つの設計局がこの要求仕様に応じて設計を行い、まずスホーイ設計局の S-54 案ともう一つの設計局の案が脱落し、ついでミアスリーシェフ設計局の M-200 案も外されて、ヤコブレフ設計局のヤクユトック案とミコヤン。 クレビッチ設計局のミグ AT 案の競争施策となった。最終的には、アオン速だが、直線翼のミグ AT よりも、先進的な設計であった約ユトックが採用され、約 -130 と命名された。アエルマッキシャ版は当初イナス1 3 0と、故障されたが、後に M-346 に変更され、設計から販売まで、 ほとんど別々に行われるようになった。アエルマック社との共同開発と同時に、ヤコブレフは約 -141V トール戦闘機の開発で、ロッキード・マーティン社とも共同事業を行っており、ヤコブレフは縦方向の安定性を、生から多少の負までプログラムできる高音速練習機を開発することに決めた。初期の設計図によると本機はエンジンの吸気口が コックピットの下あたりまで伸びているダスオラファールに似た機体であった。1993年から1994年にこの設計が変更され、旧機構は胴体側面に移され、ミーグ -29 のように補助旧機口が左右の旧機口の上部に追加された。後部では鋭く絞られた後部胴体にエンジン排気口が包まれている。 地上滑走中のエンジンへの異物吸入を防止するため、吸気口に開閉式カバーを備えており、機体背面の補助吸気口と組み合わせて使用する。キャノピーのところまで前方に長く伸ばされた主翼の付け根の下に2機のエンジンが搭載されている。元々はイーユチェンコ AI-25 エンジンが選定されていたが、後に2 2 0 0ラムの水力を発生する。 クリームオフ RDE-35M に変更され、デモンストレーター機に搭載された。最終的に量産型では 2520KGF の水力を発生する AI-2222 から25エンジンとなった。AI-222 はエンジン制御がファデックで、水力のきめ細かい調整が可能であり、機動性に貢献している。機体の一部は、 金属製だが1万5000から2万5000時間の使用に耐えられるように複合材が広範囲に使用されている。前円で31度の高体格のデルタ翼の主翼には翼端に背の高いウィングレットが付き、すべての動翼は動力操作式である。内部燃料搭載量は 2060L で、胴体下面に容量 700L の胴体密着型造装を取り付けることができる。 後着装置は、未舗装の滑走路からの運用を考慮した、ヤコブレフ特有の低圧タイヤを使用するもので、操打可能な前輪は後方へ、主車輪はエンジン吸気候用ダクトの大い部に引き込まれる。大きなキャノピーは横開き式で、大きな全部風防は前方へ傾斜している。余圧式のコックピットの前後席には、後方と武器商順用のヘッドアップディスプレイと共に3画面の、 多機能ディスプレイを備え、両座席ともにゼロ、ゼロ方式のズベズダ製の K-36、射出座席を装備している。KSU-130 デジタル、統合制御システム及び自己診断装置を備えており、運用と整備の簡略化を実現している。誘導ミサイルや、ガンポットを含む多様な武器を7カ所の外部、ハードポイントに搭載することができる。将来的には、 イーチェンコ AI-222 から25エンジンからサリュート SM-100 エンジンへの換装が予定されている。1997年の MAX での約 -130 飛行できない試作処方機が1994年11月30日に公開され、ヤコブレ不正であると発表されたが、すべての開発プログラムはイタリアのアエルマッキ社との共同事業であった。 この機体は1995年6月に再度パリ航空ショーで展示された。最終的にこの航空機は1996年4月15日にジュコーフスキーで初飛行を行った。初飛行後間もなくアイルマッキ社とヤコブレフは最終設計仕様での合意に至らず、両社の共同事業は終了した。ヤコブレフが原設計の約マイナス130の開発を進める一方で、 アエルマック記者はすべて西側諸国の部品を使用し、航続距離を犠牲にして多少高速が出せるように改良した M-346 を開発した。1998年にロシア政府は約 -130 が協作に勝ち200機を発注したと発表した。資金不足により開発期間が長引いたために最初の量産使用機は2004年4月30日に 初飛行を行った。約 -130 は、飛行安全性と戦闘能力の優位性を高めるために世への上長性を持たせた、フライバイワイヤーに代表される機構により、第4.5世代機の飛行特性を再現できることから、飛行訓練生に対して、第4、第4.5、第5世代戦闘機の飛行方法を短い時間で習得させることができる。 約 -130 での武器訓練には、空タイクルと空対地ミサイル、爆弾投下、機関砲と機上の自己防御システムの模擬と実地発射が含まれている。教官は機上に言いながらにして、攻撃目標行動の設定と制御が行うことができる。約 EM-130D ヤコブレフヤエルマッキ、共同開発によるデモンストレーター。ミグ AT とのフライトオフが、 最大目的となった、原型機でもある。医者はこれのみで開発から離脱。約 -130 複雑高等練習機型約 -131 軽戦闘機型約 -133、発展型の基本型。スマイナス25の後継機計画においては約、約 -133 の名称で提案されている。 約 -133IB 戦闘爆撃型約 -133PP 電子妨害型約 -133R 偵察型約 -1354ZVIP 輸送機型ロシアロシア空軍2011年12月に55機の契約を結び2013年12月には22機を追加契約した二千十六年四月には新たに三十機の契約を 結んだ。最終的には200機の配備を望んでいる。ロシア海軍2013年12月に最初の5機を導入する契約を結び、最終的に10機を配備する予定。アルジェリア16機発注。アルジェリア仕様の約 -130 では、機体のコーションデータやコックピットなどの各種表記が英語になっている。バングラデシュ24機を発注。 シリア36機を発注ミャンマー12機発注。2018年4月12日、クラスのダール飛行訓練学校所属の約マイナス -130 が、ボリソグレプスク付近で墜落した。パイロットは脱出して、無事だった。出典、www.yak.ru 初言性能武装。ありがとうございます。